大丈夫ですか。じゃあ、進んじゃいましょう。で置き換えることがある。そう、死ぬってことは自分では経験できないから、その代わり他者が死ぬってことを持ってこよう。他者が死ぬっていうことをちゃんと捉えると、現象として捉えると、間違ってるよね、その前提で間違ってるよねっていうぐらいの意味合いなんですよね。これは分かんなかったんですけど、何々へ出かける、何々を持ってくる。この一文だぞ。はい。ハイデガーとしてはね、読者へのサービスのつもりで分かりやすい例出したつもりなんです。それがね、まあ、逆に一番分からないって困ったケースです。例えば、ゴーシ君が何の場合、在留学生であれば、例えば僕じゃなくても、ゴーシ君がここに座って代わりにこれを読んでても変わらないみたいな。死ぬこととかそういう以外は大体その代理できるよっていうことを言ってるのかなって思います。はい、そうですね。次のランナーの先取りもしてもらいました。話の流れとしてはそうです。具体的に説明してるといえば説明してるんだけども、あえて故障した時、ペンが書けなくなった時にそのペンっていうものが改めて何か